は車で2時間半ぐらいのところに今から向かってます。ママ、聞かないで。あ、また虫怒りよ。大丈夫そうなじゃん。結構な峠道だったんでちょっと休んでます。あいてちゃん届いたい。今ボートが行ったよ。今そこ発車したみたい。パパ、はい、あそこのボート飛いだ。スパでブクブクパーしてブクブクパーしてる。めっちゃ寒そうだね。あーブクブクパーしてる。確かに。うわーすごい綺麗。わあ、ほんとだ、ブドウがなってる。ちょっと大きい。なんだここ、すごい素敵じゃん。あー、オーケー、テンキュー。どうするんだわ。ハッピーホーダイ。こんなに大きい。めっちゃ大きいよ。食べ放題いる？バンバンブービー、バンバンブービー。じゃあもうサガちゃんは行ってよ、向こう。どうした？何をそのやつは担いでる。みたいどうぞしても熱いんじゃない。大丈夫。熱くない足。熱い。そうだよね。そう書いてあったよ。ここはホットウォータービーチって言って砂を掘ると温泉が出てくるらしいんですけど、暑いよね、そもそもね。暑いよ、だってほら、あっち側でみんな寝てるよ。あっちよ、ここじゃないよ、多分。間違った駐車場に来ましたけど、こっちの方が全然盛り上がってる感じですね。わー、こっちも綺麗。サービスで立ってた。そう、あそこだと。かなちゃん、結構ちっちゃい子がボディーボードやってる。もう少し泥スパみたいな感じでこう優雅なのをイメージしたんですけど、結構泥遊び感がすごくて、すごいね。わあ、いいね。こんなお家住みたいね。うわー、ウィンフォレスト。ほら、見て。泊まってるとこなんですけど、もう目の前が海。あ、夢みたいだな。え、ちょうどフェリーが来た。
間に合うんじゃない？あれ泳いでいけんじゃないの？泳いでもいけんの？あっち？今まで乗ったフェリーの中で一番短い距離でした。わ、結構大きめよ。わ、船がテーマっぽいよこれ。船てるよ。すごい、さすが。うわ、初めて見る感じ。お、かっこいい。みんなチャンネル登録してね。また見てね。